で、このキリン堂で行っているカリキュラムなんですけれども、筋膜リリースだったり、関節モビライゼーションだったり、アスターだったり、マリガンテクニックだったり、といういろんな主義をですね、組み合わせた主義っていうのをまず覚えてもらいます。でそれが最初12種類、主にあるんですけれどもで、その12種類を覚えた後にさらにもう15種類主義がありますので、最初にですね、その半年の なかでそこをチェックシートを使ってですね、ちゃんと漏れがないようにして、上司と代表の方で丁寧にその指導をしていきます。で、それがやりつつですね、勉強会っていうのは月1あるので、その月1でそれの復習だったり、あるいはプラスアルファですね、主義は他にもあるので、いっぱい覚えてもらいながら、見立て方だったり、その評価方法を覚えてもらって、それに対してこういう主義を使っていきますっていうのを丁寧に指導して、患者さんにしっかりした主義ができるようになってきます。